私は現在池袋のサンシャインのバスターミナルにいます。21時50分の名古屋行きのバスに乗ります。このバスの料金はですね、実は2000円という破格の値段なんですが、実は私楽天のポイントが1600ポイントぐらい貯まってたんで、そのポイントを全て使ってだいたい370円か80円ぐらいクレジットで課金して、名古屋までのバスの料金を払いました。本当に安く買うことができました。もうしばらくしたら名古屋行きのバスに乗るところです。バスターミナルこんな感じです。まだバスはどこにも来てません。で今、何時かというと時計を見せると、だいたい21時34分、あと16分ほどでバスに乗り込みます。名古屋行きが到着したようです。これから乗り込んでいきたいと思います。バス乗り場の方に移動したいと思います。はい、今アナウンスがあったので私は移動しております。はい、何番乗り場に来るんでしょうかね。現在来てるのは、京都大阪行きというのが来てますが、まだ来てないようですね。ここで待っていれば、到着するんでしょうか。今6番乗り場の近くに、立っておりますが、まだ来てないようですね。こちらですね、グレースライナー名古屋行きはこちらで乗るようです。今、チェックして入りたいと思います。それでは乗り込んでいきたいと思います。4の D だそうです。はい、これから見ていきたいと思います。4の D、 あ、4の D ですね。こちらですね、窓側の席ですね。4の D、 こちらに座ります。ここですね、こんな感じですね。はい、室内はこんな感じで、すごくゆったりした感じですね。はい、この、バスの中で明日の朝の5時10分まですごく予定です。現在9時41分です。はい、椅子もまあこういうふうに前の方を見ていただくと分かりますが、斜めに倒れるようになっております。
なんて呼べばいいっていうのね、ちょっと後で調べますよ。はい、今名古屋に来ました。これから出発したいと思います。はい、すごい雨が降っています。急いで、駅の方に行きます。今乗ってきたバスはあそこにあります。